にちは、ちょうちょ人間のゾイです。今日は新兵器導入です。こちら赤い闇、今日の狙いは黒い系のアゲハたちで、そこにはいっぱい赤い花が咲いています。この赤い花にね、紛れてこの赤い闇でね、ちょっと捕まえちゃいたいと思います。薄羽城町取りました。これ交尾の後で解説します。交尾のついてるんでメスですね。後で解説します。はい、このお腹の先っちょについてる茶色い塊みたいなのが交尾脳です。これはオスとメスが交尾した時に、そのメスが他のオスと交尾できないようにオスがお腹の交尾器をね、塞いじゃうものですね。オスの分泌物でできているらしいです。見てください、ミヤマカラスのオス、ボロいけど超綺麗。じゃあこの子は逃がしたいと思います。いやー興奮、メバトイがすごい、世界一じゃない、日本一綺麗なミヤマカラス、悲しいけどボロボロ、バイバイ、逃がすよ。バイバイ元気でね。ちょっと待って、水飛んでる。取った。これもお持ち帰りしましょう。危ない危ない危ない。これは小ミスジか、普通のやつだな。持ち帰るけど、まずこの赤マダラを。え、これ何？疲れた。こちら山木マダラ日陰ゲット、やった、レア。いました、やりました、やった、念願の白い帯が超太い。この個体、ミヤマカラスオス、ミヤマカラスオス、ミヤマカラスオス。このね、変なカラスだと思って見たら白い筋が入ってるから急いで網振ったら入りました。うぅー、あ、おぉー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 。はい、ということで綺麗な天使できました。やったーね。うわー、もう綺麗すぎるね。これ日本一綺麗って言われる理由もよくわかるね。じゃあこんなところで今日の動画をおしまいにしたいと思います。この動画もし楽しかったと思えばチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。